上地流空手道は開祖である上地漢文が中国で周紫波に教えを受けた万外ヌーン拳法を基礎としている。1926年和歌山県に道場を開設した漢文は1940年に流派の名を上地流とする。こうして誕生した上地流空手は二代目寛永、三代目寛明と宗家を受け継ぎ、沖縄空手道三大流派の一つとして発展してきた。東京修武館館長荒垣博富。1961年沖縄に生まれた荒垣は11歳で上地寛永の門下生となり、上地流の修行を始めた。19歳の時に上京、1995年に府中修武館を開設する。2年後の1997年に府中修武館と阿佐ヶ谷道場を合併し、現在の東京修武館本部道場とする。上地流空手道宗家直系の方を伝授されている荒垣は、その正当な技を伝えるべく精力的に活動を続けている。中間補助運動とは、上地流空手の技を実践するにあたって必要となる体力や、その基盤となる強い肉体を作り上げるために行う基本のトレーニングである。またこれは実践の組手に備える稽古にもなる。小手鍛えとは、上地流空手の最大の特徴である頑強な肉体と打たれ強さを作り上げるための稽古である。お互いの腕や足を激しく叩き合うことで、打撃に耐えうる筋肉や骨を鍛え上げていく。攻防一体となった上地流の技を実践するためには欠かすことのできない稽古となる。約束組手とは、上地流空手の基本となる攻防を実際に相手と向き合いながら鍛錬する稽古となる。二人で行うことによって、片稽古ではイメージしづらい相手との間合いや技を出すタイミングの感覚などを養うことを目的とする。